名護日記。もう名前なんて覚えてないのに、すれ違ったって気づきもしないのに、ちゃんとくっきり浮かんでくる開きっぱなしのドアから。西条名護のねむねむタイム。以上のごみです。この番組はデジタル声優アイドルグループ7分の22の無口な関西人西条のごみがお休み前のネムネムタイムにちょっとだけおしゃべりする番組です。最近なんて言うんだろうな、こうマンションが多い地帯を歩いたんですけどなんかこう、しかもこうなんていうか、立派なマンションをこう歩いてたんで、前を歩いてたんですけど、だいたいこう、まあ、オートロックとかあるじゃないですか。そこがなぜかこう開きっぱなしになってて、そこの前をファーって通った時にめっちゃ幼稚園思い出したんですよね。なんでかなと思って歩きながら考えてたら、多分幼稚園の時に行った友達ん家の匂いだったんですよね。でもう誰々ちゃんとか覚えてないし、もう今どこで何をしてるかも分かんないんですけど、なんか家の中の構造だけはすごい覚えてて、あ、なんかこっち側にキッチンあってみたいな、で遊ぶ用のキッチンこんなだったなとかなんかこんなおもちゃがあってみたいな、床がこんなだったなとか、ここに段差あったなとかっていうのを急にファーって思い出して、覚えてるもんなんだなって思いつつ、っていうことはあの子のお家はすごくいいお家だったんだなっていうのを今になって感じました。え、もしかしてこんなとこに住んでたのかなと思って、なんかマンションのロビーから分かったってことは、あ、何の匂いなんだ、なんですかね、綺麗なマンション特有の匂いでもなんか何個かマンション並んでて、いろんなマンションの横通ってて、こう人が通ったりとかしてドアが開いたりしたんですけど、別に他のマンションでは感じなかったんですよね。で私は幼稚園の時兵庫にいたので、その友達が東京のそこに住んでる可能性あります、ないかそれはないか一緒いるかなって思ったんですけど、それは違うか。なんかすっごい懐かしい気分になりました。意外と覚えてるもんですね。だから逆もあるかもしれないですよね。なんか私の家に来た人が、あの子の家の匂いだってなんか覚えてくれてたりするのかなって思うと、もうね、会うこともないし、会う手段もねわからないですけど、なんかそういうので覚え会えてるといいなって思いました最近